らんと。というのは、なんでこんな挑発行為、こんな動きをするんだということをですね、安倍総理に聞いていたということなんですね。ですから外交経験があまりないトランプ大統領としては、結構この北朝鮮のですね、ちょっと常識を無視したような動きにですね、今更ながらちょっと面食らっているところはあるんだと思います。はい、間にも動揺が広がっています。先ほどですね、ミサイル発射を受けて何人かに話を聞いたんですが、高齢者の男性は、北朝鮮が何をしたいんだろうかと、今それしか言えないと困惑した様子で語っていました。またある別ですね、中年の男性は、トランプ大統領は決して引き下がることはないだろうから、戦争になってしまうんではないかと、心配した様子で話していました。でこちらですね、こちらご覧ください。ニューヨークにある、北朝鮮、先週の金曜日に国連事務総長総理事会に宛てた書簡なんですね。でこの中で北朝鮮側は21日に行われた米韓合同軍事演習について、朝鮮半島の危機的な局面で火に油を注ぐようなしているんですね。でさらにその上でアメリカが北朝鮮に無謀な攻撃に対抗するために、発射したと明らかにしました。米韓当局はミサイルの種類や飛距離について分析を急いでいます。我が国に北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、我が国の上空を通過した模様でありますが、直ちに情報の収集分析を行います。国民性もしっかりと守っていくために万全を期してまいります。12分ごろ、入間岬の東約 1180km の太平洋上に落下したものと推定をいたします。北朝鮮は昨年以降2回の核実験を行い、30発以上の弾道ミサイルを発射しており、今年に入ってからは新型の可能性のあるものも含めた弾道ミサイルの発射を繰り返しています。こうした中、今回発射された弾道ミサイルは我が国の上空を通過したとみられ、我が国の安全保障にとってこれまでない